ジェイコブ・エドワード・ピービーは、アメリカ合衆国アラバマ州モービル出身の、元プロ野球選手。宇ト右内、アラバマ州モービル郊外のセムズで生まれ育つ。幼少期の好きなスポーツチームは、同州の隣のジョージア州に、本拠地を置く MLB のアトランタ・ブレーブスと、アラバマ大学のフットボールチーム、アラバマ・クリムゾン・タイドだった。バスケットボールやサッカー。 陸上競技など様々なスポーツをしていたほか、ギターやドラムなど、楽器の演奏にも秀い出ていたが、祖父ブランチの影響で次第に野球にのめり込むように、なっていった。ブランチは、庭の草木に水をやっている時でも、手に持ったホースを使って投球フォームを教えていたという。そのブランチが、高校に入学する前の1994年に、他界する。 扇風機の電源を入れたところ、プロペラが音を立てて外れ、その破片が目を貫通して脳にまで達するという、突然の事故だった。あれ以来、マウンドに立つたびに、祖父のことを思い出す。一球一球を彼に捧げる気持ちで投げるようになったと、後に振り返っている。セントポールズエピスコパル高等学校に進学し、野球部で活躍。変速フォームから繰り出す速球とチェンジアップの、 組み合わせで、次々と勝利を積み重ねていき、スカウトに注目される存在になっていった。1999年の最上級生の時には、投手として13勝無敗、打者として打率、443.8本塁打という成績を残している。その更新路について、家族会議を開き、この年の MLB ドラフトで4巡目までに指名されなければ、 大学へ進学すると決めた。進学先については、当初希望していたアラバマ大学が提示してきた、奨学金が月250ドルと奨学だったことなどから、オーバーン大学にした。1999年6月に開催された、ドラフトでは4巡目までに指名した球団はなかった。しかし15巡目になって、サンディエゴパドレスが指名。 その瞬間、オーバーン大学だなと口にしたが、その後徐々に、プロ入れへと心が傾いていく。一方のパドレス側も、ケビン・ブラウンや、ケンカミニティラ主力選手3人が、FA 出た球団へ移籍したため、その保証としてこのドラフトでは1巡目だけで6人を、指名しており、開始名の選手には金をかけられない状況だったが、4巡目。 指名選手と同額の10万ドルという契約金を用意した。このため方針を変更し、プロ入りすることにした。契約後、マイナーリーグ最下層のルーキー級で、プロデビューし、アリゾナリーグで13試合73.2イニングを、投げ7勝1敗、防御率1.34の高成績を残す。2000年は、A 級フォートウェインウィザーズに昇格。同級団が加盟する。 ミッドウェストリーグはこの年、リーグ最高出塁率がアダムダン、リーグ最高超打率がアルバート・プホルス、本塁打王、打点をがオースティン・カーンズと後のメジャーリーガーたちが打撃成績上位に名を連ねており、例年に比べレベルが高かった。しかしウイルス性髄膜炎による頭痛に悩まされながらも、 26試合133.2イニングでリーグ最多の164三振を奪い、防御率も2.90にまとめた。2001年 a 級レイクエルシノアストームで19試合に、先発後 a a 級モービルベーベアーズに昇格、地元アラバマ州モービルに外戦する。シーズン終了後、生活費を稼ぐためのアルバイトを探していた本人と、 地元出身の選手を利用して、プロモーションを行いたい球団との思惑が一致し、自らチケット販売を担当することになり、球団事務所から電話でセールスを展開。その一方で、球団も代理店と契約し、ペプシコーラの缶に写真がデザインされた、地元限定バージョンを流通させるなど、球団の宣伝に力を入れた。当時の球団 GM ビルシャナファンは、 ペプシの間に写真が入った、マイナーリーガーなんて、歴史上ジェイクただ一人だろうねと語っている。2002年、シーズン半ばまでモービルに在籍。14試合に先発し4勝5敗、防御率2.80という成績を残す。6月21日、ボビー・ジョーンズが、故障者リスト入りするのに伴い、メジャー初昇格を果たす。翌6月22日にメジャーデビュー。 前年のアメリカンリーグ王者ニューヨークヤンキースを本拠地クアルコムスタジアムに迎えての一戦で先発を任された。1回表、先頭打者アルフォンソソリアーノに初球を捉えられ二塁打とされると3番ジェイソンジアンビにも二塁打を許し1点を先制される。しかしその後は5回にまで12人連続でアウトに打ち取るなど相手に得点を許さず6回0。 3を3安打に四球1失点で乗り切った。試合は相手先発、テッド・リリーが9回3安打完封と高頭指令から1で敗れて敗戦投手となったが、交番するときに観客がスタンディングオベーションしてくれて、あれは人生で最高の瞬間だったという感想を残している。これ以降メジャーに定着し、4試合目の登板となった7月16日の コロラドロッキーズ戦でメジャー初勝利を挙げ、続く同月21日のアリゾナダイヤモンドバックス戦では、ランディ・ジョンソンに投げ勝つなど、最終的に17試合に先発した。2003年は先発ローテーションに入り、32、先発、194.2インニングを投げて、防御率を前年より改善させた。 2004年は5月19日の登板を最後に5月27日から故障者リスト入りし、7月2日のカンザスシティロイヤルズ戦で復帰するまで登板がなかったもののオールスター以後の後半戦は10勝3敗、防御率2.18という成績を残しており、8月には月間最優秀投手賞を受賞している。 シーズン通して166イニングを投げ15勝6敗173奪三振と、投球回数を上回る数の三振を奪った。防御率は、球団歴代3位となる2.27で、最優秀防御率のタイトルを獲得。シーズン終了後には、日米野球の MLB 選抜メンバーとして、 日本を訪れ、2試合の登板で2勝、防御率1.64の好成績を残した。2005年シーズン開幕前、4年総額1450万ドルで、契約を延長。この年は13勝7敗216奪三振で、奪三振王のタイトルを獲得した。奪三振率9.58は、球団新記録となった。 MLB オールスターゲームにも初めて選出されている。チームは地区優勝でポストシーズンに進出。セントルイスカージナルスとのディビジョンシリーズ初戦で先発したが4.1回を投げ8失点で負け投手となった。チームも3連敗で敗退しシーズンを終えた。2006年2年連続のタイトル獲得という実績により2006年は サイアング賞候補の一人と目されるようになっていた。MLB レギュラーシーズンの開幕前に開催された国際大会第1回ワールドベースボールクラシックではアメリカ合衆国代表の一員として2試合に登板。この時第2ラウンドの日本戦では一郎に先頭打者本塁打を許している。シーズン開幕後は肩に 違和感を覚えながらの登板が続いたため、防御率は4点台と振るわなかったが、202.1回を投げて215奪三振を記録した。奪三振率は、リーグ1位だった。2007年は240奪三振、防御率2.54に加え19勝も記録。投手三冠王となり、ナリーグでは2002年のランディ・ジョンソン以来となる。 万票でのサイヤング賞受賞を果たした。本人は前年と今年の違いについて健康に過ごせたこと以外何も変わったことはないという。4月25日のダイヤモンドバックス戦では9社連続脱三振を記録。10人目のエリック・バーンズをフルカウントに追い込んだが、微妙なハーフスイングをボールと判定されて死球となったため、トム・シーバーの持つ MLB 記録には、 あと一つ及ばなかった。この試合から5月11日にかけて、球団記録となる4試合連続で2桁脱三振を記録。7月10日のオールスターゲームではな、リーグの先発投手を務めた。12月に、2010年から3年総額5200万ドルで契約延長した。これは、フィル・ネビンの4年総額3400万ドルを上回る。 球団史上最高の金額である。パドレス時代大型契約を結んで、以降は、毎年のように怪我に苦しめられる。2008年は5月20日に、右肘の痛みのため故障者リスト入り。トミー・ジョン手術の噂もあったが、人体に異常はなく6月12日に復帰した。防御率 2.859S 率70%を。 記録するなど安定した投球を続けていたが、この年は、打線の援護が少なかく、シーズン10勝目を挙げたのは、最終投板となった9月25日の、ロサンゼルスドジャース戦だった。結局、防御率2.85ながら10勝11敗で、負け越し、投球回数は180に満たず、5年ぶりに、脱参審率が急を下回った。同年チームは、 シーズン99敗で、地区再会に終わり、年俸総額削減のため放出されるとの見方も、高まったが、オフの間のトレードは実現せず、結局2009年のシーズン開幕を、パドレスで迎えた。2010年8月25日、第17代アメリカ統合参謀本部議長、マイケル・マレント2009年は、第2回ワールドベースボールクラシックに、 前回大会に引き続いてアメリカ合衆国代表として出場。ロイオズワルトやリリーラと共に先発ローテーションを形成したが、2試合に先発して防御率14.40に終わった。シーズン開幕後もトレード交渉は続いており、5月21日にはシカゴホワイトソックスとパドレスとの間でトレードが合意に達したが、サンディエゴに泊まることが、 自分や家族にとって最善の選択として契約に含まれていたトレード拒否権を行使した。5月下旬から足首の症状を訴え、6月12日に故障者リスト入りして以来登板がなかったが、トレード期限日となる7月31日、パドレスはホワイトソックスとの間でもう一度トレード交渉を成立させた。この際にはトレード拒否権を行使せず、 こうして、ホワイトソックスへの移籍が決定した。移籍後初登板は怪我もありシーズン終了間際の9月19日に、ずれ込んだが、ロイヤルズ戦で5回3失点で勝ち投手となった。さらにデトロイトタイガースとの2試合をいずれも無失点に、抑え、シーズンを終了した。2010年は4月、5月と打ち込まれる試合が続き、6月に、ようやく調子を取り戻したが、 7月6日のロサンゼルス・エンゼルス戦の2回表に思想者なしの場面でマイク・ナポリと対戦した際、投球の瞬間に右肩のあたりを痛めて途中降板。診察の結果、後背筋剥離という珍しい症状で手術を受けシーズン絶望となった。2011年は怪我や疲労もあり19試合の当番にとどまり、成績も防御率4.92。 7勝7敗でシーズンを終えた。2012年には4年ぶりの2桁勝利、オールスター選出を果たし、219イニングを投げて、ゴールドグラブ賞も受賞するなど復活。ホワイトソックスは翌年分の2200万ドルのオプションを行使しないと見られ、動向が注目されていたが、10月30日に2年2900万ドルで、ホワイトソックスとの契約を延長した。 なお、投球回数等によっては3年目2500万ドルの契約延長権が発生する。2013年には6月初旬に負傷したものの7月20日、24日と連勝した。2013年7月30日にタイガースのブライアン・ビアレアル、アビサイル、ガルシア、ボストン・レッドソックスのホセイグレシアスらとの三角トレードが成立し、 アリーグ東地区で首位を走るレッドソックスへ移籍した。これは後半戦とポストシーズン進出に備えて、先発を強化したいレッドソックスが、PB を獲得するために、声優劇手、ジョニー・ペラルタの出場停止に悩むタイガースを巻き込んで、トレード成立をさせたものであった。移籍後は10試合に登板し4勝し1敗のみと、期待通りの活躍を見せ、地区優勝に貢献した。 ポストシーズンでもローテーションの一角を担い、ディビジョンシリーズ第4戦において、タンパベイレイズを相手に5回に、3、1失点と高騰し、レッドソックスをディビジョンシリーズ勝利に導いた。しかしリーグチャンピオンシップシリーズ第4戦では、デトロイトタイガースに3回7失点を喫し、負け投手となった。ワールドシリーズでも第3戦に登板し、 セントルイスカージナルスに4回に失点と高騰したが、上原康二投手が登板した9回に、ワールドシリーズ初の総類妨害による、サヨナラ負けを喫した。しかしレッドソックスは、第4戦以降、勝利を重ねワールドシリーズを制した。優勝パレードは11月2日に行われ、レッドソックスの選手は、市内観光に使用されている水陸療養者、ダックに乗り込み、 本拠地フェンウェイパークからチャールズ川まで外戦した。PB は11月3日にそのダックボートを購入し、自宅のあるアラバマに持ち込み、喜びのコメントを発している。2014年は開幕ロースター入りし、20試合に登板。1勝9敗、防御率4.72だった。2014年7月25日に、エドウィン・エスコバー。 ヒース・ハンブリーとのトレードでサンフランシスコ・ジャイアンツへ移籍した。ジャイアンツ移籍後は完全に復調し、8月30日のミルウォーキー・ブルワーズ戦ではアラミス・ラミレスから三振を奪い、通算2000奪三振を達成。ジャイアンツでは12試合の先発登板で防御率2.17、6勝4敗という好成績をマーク。 しかしシーズントータルでは発祥に終わり3年ぶりに2桁勝利を逃した。オフの10月30日に FA となったが12月23日にジャイアンツと総額2400万ドルの2年契約で再契約した。2016年シーズン終了後の11月3日に再び FA となった。スリークォーター君のフォームから 速球とスライダーを中心とする組み立てで脱三振を多く奪う。これまでにナショナルリーグ最多脱三振のタイトルを2度獲得している。92から96マイルパーアワーの速球とスライダーのほかチェンジアップとカーブも投げる。その中でもスライダーは約87マイルパーアワーの小さく曲がる高速スライダーと、 約83マイルパーアワーの大きく曲がるスラーブッ2つを投げ分けている。本人もスライダーには自信があるようで、スライダーがいい時は空振りを大量に奪えると思うと話している。請球が良いことから、グレッグ・マダックス2世と呼ばれたこともある。そのマダックスとは2007年から2008年までチームメイトとなり、新旧祭ヤングショーコンビとして、 先発投手陣を支えた。ありがとうございます。